組に入りましたが、思ったからフレームレートが出ててね、ちょっとあれなのかなっていう気はしないでもないんですが、まあ、まあいろんなことも含めて、まあ、これぐらいじゃちょっと落とす10が来たら落とさないかなっていう感じなんで、もうちょっとね後半戦を続けていきたいと思います。まあとりあえず前回出てるみたいなんでいいんですけども、下乗ってるかな、止まってるんですけどね、あれなんかのぐちゃぐちゃしれませんので、広大な海何が見えるでしょうか。ヨットですね、とりあえずあるのは、いくつかねクルージングが組まれていて、ね、あの行くからこうシュノーケルクルーズなんかに出るものがそこそこありまして、ここにあの後ろにいるヨットも、そうですね、このシュノーケルクルーズのヨットで、そのうちね、あの向こうの方のヨットの上から、中継もしてみたいななんていうふうに思ってるんですけども、ね、こういうのがいくつもありました。あとは波待ちしてる人たち、それからさっきのように、こっちの方、ね、この海でもあのこうやっていっぱい波が立つところと先ほどのようにね、本当にこうやって静かなところとそこそこあって面白いですよね。まあ当然あの海の下の、地形がね、あのそういう風にさせてはいるんですけども、うん、では今日はやっぱりサーフィンかな、やっぱり暑いですし、9月というのにね、あの日本の方も暑いんでしょうけど、こちらの方もかなり暑くなってきました。では水遊びしてる人たちなんかもちょっと拾ってみたいなと思いますが、ね、子供が水遊びしてるのは、結構、まあ、子供じゃないでしょうかね、結構いいもんで、でね、こうやって2人でね、可愛いですね、なんか手入れてサーフィンしてるのが、ね、海で遊ぶ、まあ、海がないところから来てる人もいっぱいいると思うんで、こうやって海で遊べるのは、ね、楽しいことだと思います。あ、サーフレッスンやってるみたいですね、先ほどのあの人のこちらなんですけども、もうすごいそうですよね、なんかここでなんか皆さんほら立ったり並べて、なんとかサーフレッスンをやってるのかもしれません。まあてな感じで、ね、今日はちょっと始まる前にいろいろあったんで自分の方もガタガタしてしまいましたが、まあ綺麗な一枚をお送りしようという親父ハワイ百景の趣旨的にはどけかなっていう気もしないでもありません。またそろそろですね、場所帯を、入れたいと思います。まあ皆さんご存知のようにここは、今日は26枚目なんですね、ダイヤモンドヘッドビューアットシェラとワイキです、ね、この、まあ、シェラトンとピンクパラスと言われてるロイヤルハワイアンの、まあ、間っちゃえば間なんですけどね、でもなんか基本的には皆さんシェラトンワイキオクって言いましょうか、シェラトンワイキアトっていう感じで覚えてる場所がことが多いです、ね、このダイヤモンドヘッドビューもう今までもね 3,4 枚お送りしてきたんですけども、この絵がねやっぱり一番まあ、近場で大きくて、まあ、皆さん見たこともあるっていうねビューだと思います。ということでお送りしてきました、親父ハワイ百景いかがでしたでしょうか。ね、なかなか高くってもうトラブルがないだろうと思うと、そこそこトラブルがあったり、
今もね、駒があんまり上がってないのかわかんないですけども、失敗していくこともありますし、いろんなことがありますね。今日はアンテナつけた方が良かったのかもしれません。集団ではなかなか行かないという感じがします。まあ、明日もね、まあ、これに命令ず、また同じような時間にやってみようと思いますので、皆様、どうぞ楽しみにしていてください。今日のお話です。もう一回。ダイヤモンドヘッドビュー、シェラトンワイキキ脇からお送りしましたというような感じで、お送りしてみました。オヤジハワイだって、今日も最後でお送りです。なんかコマ落っこちてるなぁ。どうせ落っこちてるからコマ落っこちてるのかな。早いんですけども今ブツブツすいません、ということで今日はこの辺りで失礼させていただきます。ありがとうございました。